今月2日に発売されたスノーデン監視社会の恐怖を語るアメリカの監視システムを告発した元 CIA 職員エドワード・スノーデンにインタビューした記録です国家が全ての個人を監視するインターネット時代の監視とはどのようなものなのかえ今日はですね、本の著者で日本で初めてスノーデンに単独インタビューしましたジャーナリストの小笠原みどりさんを招きしてお話をお聞きしますよろしくお願いいたしますしお願いします えと小笠原さんは朝日新聞でまあ記者をなさった後2004年に退社されて今はフリーランスとしてまああのカナダの大学で監視制度などについて研究されているということなんですけど今年の5月11日ですかえとこのスノーデンにインタビューされて。 まあ、あの日本人としては本当に初めてあの直接、まあ、インタラクティブに声を聞いたということなんですけどまずあの小笠原さんがこのスノーデンにインタビューするという、まあ、プロセスというかどういう背景であのお話を聞いたのかというのを教えていただけますか、まああのそれ遡るとですねやっぱり私はあのすごくあの2013年にスノーデンが一番最初最初の,あの告発。 NSA システム、はい、まあこれから詳しくお話しますがあの、まあ、アメリカの軍が、えー、世界中の個人情報を今や集めようとしてると、はい、それもその、まあ、私たちがな日常慣れ親しんでいる、えー、インターネットのもう回線を使ってそこから、えー、メールとかチャットとか通話とかですね携帯電話そういうのをあのもう全部一網打尽にするようなシステムを作ってるっていうことを、まあ、彼が2013年の6月に暴露して世界的なもう大スクープになるわけです。ですねえー、世界を震撼させる、まあ ちょっと考えてもねこれこの規模のスクープあの最大の権力の最大の闇を暴えた人なんですけど日本ではこれはなんか他人事みたいなねことになっちゃって、ね、遠い世界の,もの,の出来事っていう感じではありましたよね。そうおっしゃる通りでそのことをやっぱりねあの日本の人たちにきちんと伝えなきゃいけないのはあの私たちの仕事なんですよ。 でそれがそのもちろん誰かがやらなきゃいけないんだけどその誰かっていうのを考えた時にあの監視の問題を取材してきてる人はとても少ないしジャーナリストとして発表してきてる人も少ないしあのなやっぱりいつかはねあのきちんと聞かなくちゃいけないんだっていうプレッシャーを常にあの感じてきましただからそういう罪悪感もすごく募ってたので何あのやっぱり機会を得てね一度はトライしたいと思ってたんです。 だからそこの時のところのフォーカスも日本の文脈で NSA がどんなことを監視しているかそれからそれは日本の私たちの日常にどう関係しているかということを知りたかったのであのここにえっとグレン・グリーンウォールドの本がありますけどこの本をとにかくもう,もう1回読んでたんですけどねもう1回全部おさらいして日本に関係するところを全部視線張ってもちろんでそこからもうどんな小さいケースでもあの日本に関係することを聞かせてほしいと。 いう,ような感じで、あの質問を並べて、それとですね、もう一つ。スノーデンがロシアに亡命するんですが、うん、その後のことが日本では全く伝えられてなかったんですね。でも、私はカナダにいて、あの彼がインターネットのスクリーンを通じて、いろんなところで講演活動しているってことを知ったわけです。うん、だから、やっぱりこのことも彼は生きていて、うん、そして社会的に。あの、今でもね、発言を続けているっていうことも、やっぱり日本の人たちに伝えたいと思ったので、うん、まあ、その二つ。 にフォーカスしして、えー、取材を申し込んまああのそういう意味ではね日本では本当にまさに第一報報道してからですねこのスノーデンは生きてるぐらいはみんな知ってるかもしれないけれども、うん、あの大きなメディアの中では本当に新聞でも扱いが少ないですし。うん テレビに至っては本当にほとんどないと言ってもいいぐらいの,あの扱いかなという,ふうに思っているのでこの話をその後半の日本に引きつける前に,、うん、前にですね、そのスノーデンが明らかにしたこと自体をちょっと整理していただきたいなと思うんですけど、はい、どういうことをこの暴露したのかということをちょっとあの説明していただきたいんです。けど、はいはい えとエドワード・スノーデンは NSA、まあ、ア,ア,アメリカって、まあ、NSA の中にはアメリカっていう言葉入ってないんですけど、えー、NSA はナショナルセキュリティエージェンシーですね国家安全保障局,保障局、うん、っていうところの,あの契約職員だった人です。うん でこの人は、まあ、コンピューターの天才みたいなエンジニアとしては非常にあの能力の高い人だと思うんですけど CIA でもまあ同じようなその,の,、うん、の,の NSA っていうのはどういう組織かっていうとですねこれはあの米軍の、まあ、米軍というかあのアメリカの国防総省の、うん。 えー、国防長官直属の諜報組織なんですね。諜報、うん、組織っていうのはあの、まあ、スパイ活動あの情報を集めてくるそれから、まあ、カウンターインテリジェンスっていうその傍聴ですねたあの他国からスパイされることを防ぐこの2つを職務にしている機関なんです。うん、でこの NSA が NSA っていうのは長いこと謎の機関と言われてきて大き,、ね、大きいですね今も非常に大きいあのたくさんの職員を抱えてるんですけど世界中にもいますしね。であの CIA はよく知られているようにあのスパイ組織ですけれどもこれはあの非軍事。 情報機関なんですね、うん、でも NSA はその軍の中でもともとのルーツはあの、えー、第二次世界大戦中の連合国側でドイツや日本のの暗号の解読をしてたところなんですでそれが冷戦期にあの、まあ、移行して,て正式に組織として発足してで日本の,その米軍基地なんかでもいろいろな情報衛星通信を重宝するとかあ通信傍受をやってきたのがこの組織。 でそれがですねやっぱりインターネットがあのできる時に、まあ、ちょうど冷戦構造が崩壊するんですけどこの辺りからあのインターネットが 報、えー、の現場になってくるでですそれまでは衛星通信、まあ、今も衛星通信からいろんなものを傍受してるんですけど南かが冷戦期で主体だったのが今は、えー、この電子通信網を使って電話の、えー、通話内容であるとかメールのあー、まあ、通信記録であるとかそういうものが今情報の,の主体になってきてる。うん で2013年6月の最初の告発はです、ねえーまあ、連続スクープが1週間続くんですが、はい、一番最初は、えー、アメリカの大手、えー、通信会社ベライゾンという会社日本にもあの日本の法人があると思うんですけどまあ大手ですから日本で言ったら NTT とか AU,、はい、AU っていうのかな今でも <laughs> AU です, <laughs> <laughs> AU ですいろんなね、まあ、いくつかの大きい会社があるじゃない、はい、そういう会社が、えー、自分の顧客の通話記録を全部政府に渡してたと。 何千万という単位のの人々の情報を渡してたとこれもアメリカをしもうアメリカの、まあ、そのベライゾンの携帯電話持ってる人たちはもうびっくり仰天したわけです当然ですけどでこれが第一歩、うん、そして次が、えっとあのえー、インターネット会社ですね私たちがよく使っているグーグルであるとかマイクロソフトであるとかフェイスブック YouTube アップル。Apple えー、こういうところがあの実は、えー、お客さんに対しては皆さんのプライバシーのことを考えてます尊重してますって言いながら実は、えー、ほとんど直のアクセスを、えー、自分たちのサーバーへのアクセスを政府に許していたと。で多くの,あの顧客情報を 通信内容ですね記録を渡してたっていうことがこれが第2弾 2>、うん、でこれプリズムと呼ばれるスノーデンの、ね、インタビューの中で彼が言ってた話によると、えー、この9社インターネット9社が大手が、えー、提供してたという内容は政府の側がこの人とこの人とこの人のアカウントについて、えー、全面提供してほしいっていうことを要求するんだそうです。そそそうすするるるととのののサーバーバからその人たちの情関する情報が全部提供されると うん、だけどそれはそのこの人とこの人とこの人っていうのは10人とか100人とかそんな単位じゃなくて何百万人 <laughs> そ,ううそういう単位だからまあこれをマスサーベイランスって呼ぶんですけど、うん、そう大量監視ですね、うん、つまりあの特定の容疑に基づいてテロ容疑であるとか犯罪容疑に基づいて誰かの情報を集めるんではなくて今やその世界中にの全ての 人たちの情報を集めるっていうふうに、うん、このアメリカの情報機関、アメリカ軍の情報機関 NSA が方針転換したということなんですね。なんか特別にそのテロの容疑があるとかそういうことではなくて、もう幅広い人たちの情報が集 収集されるようになっていたと。そうですね。幅広いというか要するに全てです。全て,です全ての人たち今までは全ての人口の中から、うん、地球上の全人口の中から、この人とこの人とこの人とこの人が怪しいということで、その人についてのあらゆる情報を収集してました。うん、これが良かったということじゃないですよ。これにもすごくいろんな問題があるんです。こういう情報組織が集めている情報っていうのはまず正確じゃないっていうことがあるし、あの関係ない人の情報を集めるって事もあったかも、うん、あったと思います。けれども、今はそのこの中から。選び 出した人ではなくて、この全体を、えー、じょについて情報を集める方がいいと、うん、そのまああの彼らの政府側の言葉で言うとバルクコレクションというんですけど、全部、うん、根こそぎ持ってきちゃうってことです。うん、根こそぎ持ってきる。でこれはあの要するにまあ私たち全員が明日にはこのね三秒後にはどんな危険なことをしですかすかわからない犯罪容疑者なわけですよ。まあ、もっと言うとテロリスト予備組 ととといいうううふうにみなしてるということで,でそこのすべてのコミュニケーションの情報を手にすることで、まあ、あの建前としてはそのテロを未然に防げるというそういうことからその9.11以降、うんまあ、ブッシュ政権があの一番最初に NSA に極秘裏にアメリカ市民の通話情報の収集を許したとここから始まってるんですね世界中のすべての人っていうことは日本の私たちも含まれる。 そうですね。はい。あのそれは私が一番聞きたかったところでもあるんですけど、うん、インタビューでまあ私もそういうふうに聞きました。あのその実感ないですから、これはう、ね、そうあのマスサベランスの大量監視のですね特徴としてこういう電子的な監視っていうのは、うん、まあ放射能と一緒ですけどね、匂いで嗅いたり触ったりできないわけですよ。私たちの五感でまあ微光がついてればね、五感でこう察知できることもあると思うんです。うん、でも電子的な監視っていうのは。 あのそういう自分の神経をいくら研ぎ澄ませてもあの察知できないスクリーンのインターフェースの向こう側で起きていることですから、まあ、これはある種、ある意味で本当に内部告発者しか、ね、私たちに知らせることとはでできなかったた思うんです、まあそのね、私たちが開いているパソコンとか携帯電話を通じて向こうから私たちのことを見ているということ状態わけですね。 でえー、ただそれが実感できないと。で、えー、スノーデンの告発が世界中を揺るがすほどのニュースになっても やっぱり私たちには今一つ実感がないとだから、えー、私はそれが聞きたかったわけですよね。うん、でそうすると、まあ、私はあのインタビューの中でこう聞いたんですけど、まあ、私はこれ日本の読者それから視聴者そういう人たちのためにねこのインタビューをあの報告しようと思っているわけでそうすると私たち日本の人たちも見られてるんでしょうかと。と答えはもちろんイエスです。であのスノーデンの答えは、うん、もちろんイエスですと。 でこれはそもそも、えー、西側の民主主義を標榜してきたいわば表現の自由の、ね、世界的なチャンピオンだと自ら誇ってきた西側諸国でで起きてきててること,ことなんですよで日本ももちろんその一部です。でそ,のそ,そ,のそこですで、えー、にその市民が監視されていてで、まあとでもう少しお話しますけどあのジャーナリスト報道機関、うん、こういうところが狙い撃ちされてると。 ですであの日本だけがそこから例外的にアメリカの監視網の中から取り残されてるってことはありえないつまりバルクコレクションっていうのは、えーま、コレクト・イットコール・オー,ルコレクットオールっていう言葉がいはい、なんかこれは。 これはのスノーデンが暴露した内部文書のうちの1つですけれども、うんえー、NSA での対テロ戦争下での、えー、新方針というのがよく表されているということで、うん、まあ世界中で最も関心を呼んだ文書の1枚だと思うんですね。えー、でこの「コレクト・イット・オール」まあ、全てを集めるということは何を意味するかっていうと、うん、まずあの「スニフ・イット・オール」「スニフ」というのはま鍵。 か鍵付けるってことですよなどっかにねあのまずい火種がないかと嗅ぎつけるそしてノーイットオルそれについて知るとそしてコレクトイットオル全部集めるとでそしてプロセスイットオルこれは全部その情報を処理する集めた全て集めた情報を処理するそしてエクスプロイトイットオルっていうのは、えー、これはあのその情報を利用する。 えー、そして「パートナー・イット・オール」っていうのはすべ、えー、ての人を、まあ、あの情報を集めるにあたってパートナーにしていくつまりにあのアメリカの、えー、政府機関、えー、米軍が、えー、日本であるとかドイツであるとかそうです、ね、協力者を作っていく、うん、そのことによってより、まあ、あの多くのというかすべての情報に近づけるわけですね。って帰って ここの,あのパートナイトールのところには三沢で得た情報を、えー、GCHQ とも共有するっていうことが書いてあるんですけれども GCHQ というのはイギリスの諜、えー、報機関で。 えこれは NSA とも本当に兄弟のようなあの足並みを揃えていつでも同じように情報活動しているそういうところにもまあ情報を流しているということですねそれがまあこの和の相関図の中ですべてをターゲット化していくということがまあこの一枚の中に凝縮されてる。ということはやっぱり日本ももちろんそのあのターゲットから外れていなくてしかもまああの今回のインタビューの中にもありますけれどもスノーデン自体に日本語も少し あのお話しできるというかあの横田というか日本に滞在しているということで日本滞在については何かうん、うん、あの。 おっっししゃっていました、うん、あの彼は、えっと、2009年に日本に来ていてその時はあのコンピューター会社のデルの社員として、えー、来日してるんですねけれどもあの本当の任務は NSA の契約職員ということで、まあ、いわば、えー、コンピューター会社が、えー、軍の関係者が日本に来る時にあの名目を貸して、まあ、偽装工作に協力してるっていうことそれも驚きですよね。<laughs> 軍とあのコンピューター、まあ、情報産業がです、ね、非常にあの の近い関係にあってえまあ,あの軍産複合体っていいますけどその軍産の中にはあのシリコンバレーがもう今やもう中心的な役割を果たすようになってるだから大きなコンピューター会社があのすごくはまあまあ十数部をね握ってるんですある意味で産業的な経済的な利益という点ででまあ彼もだからあの e r の社員として来日してで横,田にあるえ横田基地の中にある日本側の NSA 代表部。 そこのところにまあまあ毎日通って仕事をしてたっていうことをあのインタビューで説明してくれましたで彼のまあやってたこと私も知りたかったのでそれをまず聞いたんですがあの彼が日本でやってた職務内容というのは日本について情報を集めることではなくてえと中国からのハッキングを防ぐためのですねカウンターインテリジェンス膨張 についてソフトを開発したりとか、あるいはそのシステムを作っていく、うん、そういうことが自分の任務だったと。で、それがあのすごくまうまくいってというか、あの仕事として認められたようで、うん、彼は日本でその上級のあの工作員として認定されているんですね。うんうん、映画の中のような話が本当にその都内のね、うん、横田で実際に 行われているとです、ね、だ私たち普段あの米軍基地があってもあんまりそういうことを意識しない、うん、私自身あの米軍基地問題っていうのはもう10年ぐらい前から取材してるんですけどね基地がその戦争の発信地であるっていうことは意識しても、うん、あるいは訓練をやってるとかですね、うんうん でもその監視の拠点だったってことはねなんか意識からやっぱり外れてたところがあったなってあの改めて思いましたうん、うん、基地の実態があるんですよつまりあのネット上の監視っていうのはさっきお話したように感じることができないし、うん、クラウドなんて言葉があるように、うん、なんかこうほら中にあるどこかにはあるけど実態がわからないものなんですねでも実はインフラがあるんです当然のことながら、うん あの監視をするためのインフラもあるし監視をしている人たちが働いてる場所もあるしそこになんていうのかなそれを考えた時にスノーデンはが日本にいたっていうことは監視の拠点が日本にもあるということでえしかもその横田基地という都内のね政治や経済の,ねその中心地のすぐ近くにえそういう米軍の拠点があってそれは飛行機飛ばしてるとかそんなんだけじゃなくて空軍基地ですけど飛行機飛ばしてるだけではなく そこと、まあ、あの米大アメリカ大使館があの東京のど真ん中にありますけどそういうところそのアメリカ大使館にも NSA の特殊部隊があるって言われてるんですね,ですね、えー、だからそういうところと、まあ、緊密な連携を取ってミサ沢もそうです。全国に広がるそのアメリカの基地の中で実際に監視活動が行われていておそ、えー、らくその私たちの,あの、えー、個人情報メールとか通信情報そういうものの分析もね、うん あのそこで行われているということが、まあ彼のあの話の中からいろいろと見えてきました。ねいや日本中に基地があるってことかだ日本中に監視拠点があるってことなんだなっていうこと、うん、あそういうことなんだっていうふうに思ったんですけど。 で私だからこの話を彼と知ってる時にです、ねまあ、インタビューのと前半でそんな話になったんですけど日本でね、うん、暮らしはどうでしたか日本ではどんなことやってたんですかって,って私パッと浮かんだのはね彼は2009年に来てるんですよねでそれはちょうど日本でいうとその民主党政権が成立して、えー、と普天間基地の代替地として辺野古に新しい基地を作りますみたいなことにあの、まあ、それはもうずいぶん前からの話ですけど、はい、に鳩山政権が、えー、最低でも県外って言ったんですよね沖縄県 以外のとところに基地を移設するとでそれが、えー、と実現できずにまあ民主党を中心とした連合、えー、連立政権が急速にやっぱ瓦解していった時期と重なるわけです。でそのことがパッと頭に浮かんで基地問題取材してきましたからそのこのねあの時のその。 えまあ公約を掲げてですねまあ世論もすごく好意的に受け止めてた政権交代も鳩山さんのその公約自体もですねだけどえ連立政権が発足してすぐに えー、メディアが、えー、やっぱり辺野古だろうっていうねあのもうアメリカに立てつくなっていう言わんばかりのキャンペーンを始めていくんですよ。それはいろんな主要の新聞私が勤めてたところも含めてですねそれまで決して辺野古に賛成でなかった社までが、えー、アメリカとしあのとにかく日米同盟が大事だと。だから やっぱり辺野古しかないんだっていう説得工作で内閣を包囲していく、まあ首相包囲していくそういうところを見ていて、見ていて私すごくその頃ねびっくりしてたんですな。なんでこんなことになっちゃったのかな。だからあのインタビューの間に聞いたんです。そういうねその世論の、えー、動きこういうことと、えー、アメリカの情報収集活動日本でのこれは関係してるんでしょうかと。うん そしたら彼はえ僕はその具体的に、ね、アメリカがその、えー、米軍基地問題について何の情報を集めていたかということはその現場にはい、あの関わっていなかったか分かりませんとけれどそれはえ明らかに最優先事項でしょうねと自分の,あのアメリカにとっての情報収集の,、まあ、あのアジェンダがあるわけですよねこれについて集めるこれについて集める。でおそらくその米軍基地の使用、まあ、特に新基地の建設ですからこれはやっぱり、まあ、大きな ね、あの利害に関わりますよね、えー、だからこれはもう最優先事項でアメリカはそのことについて情報を集めていたでしょうし、えー、あなたはもしねアメリカはこのことについて情報を集めてないというならば何のためにあれだけたくさんの米軍基地が沖縄にあると思ってるんですかあれは飾りじゃありませんよとそういうふうにあのなんか答えが返ってきました。こ日本国内ののの問題ににに見えるものにも常にそういった監視の まあ目というか、あるいはその工作というものが含まれていると言えるかもしれない、ね。そうですね。いや本当に。で、あの実際にまあその日本自体もターゲットになっているという意味では、その。うん その後です、ね、大きく報じられたのが「ターゲット東京」というファイルが公開されるということで日本でも、まあ、この時また思い出したように少し報道されたわけですけれども「ターゲット東京」はスノーデンの告発のあ、えー、と2015年の7月の31日かな最後の日にウィキリークスが えとあの明らかにした暴露した盗聴大規模盗聴事件なんですけれども、えー、合計で35回線の電話が、えー、NSA によって盗聴されていたでどんなところが盗聴されていたかっていうと、えー、日本の官庁である経済産業省とか内閣府、えー、それから財務省、えー、日本銀行、えー、そして民間の機関だと、えー 三菱や、えー、三菱商事や三井物産のエネルギー部門、うんえー、こういうところがとうの回線が、えー、NSA の登庁リストの中に電話番号として、うんえー、上がってたで中にはです、ね、あの日銀の職員の自宅の電話番号も入ってるんですね。うん だからそれだけ大規模な盗聴を少なくとも2007年の第一次安倍内閣の時点からやってる、はいるそらくもその前からやっているんでしょう。うん、であのそのことについての5つの、えー、機密、えー、文書をウィキリックスは公開したんですね。まあ、これはどなたでもあのインターネット上でご覧になることができるんですけどだからあのそれを見るとですね、まあ、一番はっきり分かるのは。 この NSA があの世界的な盗聴網を対、まあ、テロ戦争の中で今日まで16年間、えー、15年間の間に、うん、強化して発達させてきてるんですけどねそれはぜ全てテロ防止という名目のもとに作られたにもかかわらずこのターゲット東京で出てきたケースっていうのはテロとは一切関係ないんですよ。 全部関係ない。ない全部関係ない、うんまあ。関係なさそうな、うん、あの、登頂、まあ、先ですね、まあです。悲しいぐらい関係ない。<laughs> で、それで、まあ、どんな文章のことを言ってるかというと、えっと、まあ、無首脳会談の前に。 どういうういいここととと話すか,とかいうことを、ね、ブリーフィングをやるわけです首相官邸の中で、まあ、あの官庁のトップレベルの人たちが出てきてです、ね、でその中での会話が盗聴されていてその情報をもとに日本側はこういうことを考えているとだこういうことを言ってくるだろうとかですね、うん、要するにまあ事前協議あの日米の間で何らかの交渉が持たれる場合,場合にはその前に必ず日本側の動きが国務省とかホワイトハウスに NSA を通じて情報提供を テロとは全く関係ない,け,ないけど。 相手国の動向を事前にまあ盗み見しているう、ね、そうですそうですえー、大体経済に関するものえ、うん、それから環境問題えー、それでエネルギー対策ですねだからまあかなり後半には渡るんですけれどもそれはもう本当に外交スパイと言われる範囲のもので、うん、外交スパイ経済スパイですね、はい、えー、と言われる内容のものが多くてテロとかですね直接の犯罪とかですねそういうこととは全く無関係うんであのしかもその NSA が情報を えその安全保障の目的で取ってるんではなくて、こういう情報をまあお得意様って言ってるんですけどね、はっきりあの国務省とか CIA とかホワイトハウスはみんな NSA のお得意様になっちゃってるわけですよ。変なことになっているわけですね。そうですね。本当に闇の世界でそういう力関係が出てきているっていうことをあのターゲット東京はあの広く知らしめた事件だと言えると思います。 ただその日本のそのまあ政治の中心部を思いっきりこの盗聴してたんだなっていう事実が明らかになってあすごい あのこういうものが出てきたなというふうに思ったんですけれども、これに対する日本政府の態度というのが割とこう他の国と違って控えめと言いますか、かなり対応が違うと。それについては何かスノーデンと話しましたか。スノーデンは怒ってました。あの日本政府がこのターゲット東京について、えー、きちんと抗議しないことにね、なんでちゃんと抗議をしないのかと。で、自分が抗議をしなければ、えー、それはそのように扱いを受けると。つまり自分他人に自分に対するリスペクトを払ってほしいときに自分 自分が自分にリスペクトを払わなくてどうやって尊敬されることができるのかともしこの盗聴されることに不満ならばそれは当然あの盗聴しないでくれというのが普通であってそれを言わないっていうことはやっぱりあの盗聴されたいんだと政府にとってもまあこう日本が主権国家ならばえそれに そ,れその,そそその盗聴されるってことは主権の侵害ですからそれに対して、えー、抗議をするっていうことは当然のことでねこれにきちんと抗議をしないっていうことは、えー、そ,れそうするとその状況を望んでいるっていうふうにだからあのきちんと抗議するべきだっていうことは彼はあのすごく、うん、びっくりするぐらい。あの ね、NSA の職員ですからかつて盗聴に関わってた人じゃないですかねねにもかかわらずやっぱりそれに対してきちんとノーを言っていかなきゃいけないんだっていうことをあの日本政府への、ね、メッセージとしては言ってましたね。うんなんか実際にですねその盗聴されてる内容自体がなんかこうアメリカのこう何ていうか動向を探るというかこうご,きご機嫌伺かえできるかどうかみたいなアメリカと日本というその主従関係みたいなものがこの 文書がね出てきたことでよりなんかこう強く印象づけられたっていう感じがするんですけど日本は非常にこうアメリカに一番近いこう強い同盟国っていうふうにまあ政府もそう振る舞ってますし多分日本の人はみんなそういうイメージがあるでしょうけどアメリカから見るとそうでもない。 ということなんですよね,ね NSA はあの世界の国々、まあ、協力者を分類してるんですけどもさっきの私は監視でカテゴリー分けするって言ったけどまさにこれカテゴリー分けしてるんですがまず自分たちねアメリカ、リカ USA、うん、で次がここのセカンドパーティーズって書いてあるところなんですけど、うんえー、これはあのぞっ、えーえー、と英語を喋る国々ですね、まあ、アングロサクソン系の、はいえー、オーストラリアカナダニュージーランド、えー、そしてイギリス。 でこれをえっとファイイブアイズ自分を含めてフ 5EYES という言い方をしています五、うん、5つの目ですね、まあ、世界に目を光らせている。NSA が監視したものを共有するその後情報共有を最もするのがこの国で,でもちろん、この国にも明かさない極秘の秘密というのもあってそういうあの機密文書もスノーデンはたくさん暴露しているんですけど、うん、今回でそのこれがまず自分たちの最も信頼するパートナーですよね。パーートナーズそそれからその次に、えっと っていうこれ第3のグループですね、はい、で第3のグループは協力させる、えー、自分たちが盗聴していく時監視システムを使う時に協力させるんですが、えー、同時にこの,あのサードパーティーズにある国々っていうのは、うん、NSA の監視の対象にもなる国々。うん つまりすごく矛盾している内容なんですけどね協力自分たちの監視に協力させるけれどもその国の情報を取りたいと思ったらそこの諜報機関と情報を交換したりとかですね集めさせたりとかそういうことをするでも同時にその人たちを監視するわけですよ。まあちょっっっとねねこういういのの協力関関係係てて呼べるのか、ね、信頼関係って、うん まあ普通呼べないと思うんですでも,でもその中に、えー、日本が入っていてそれであのいわゆる同盟国アメリカの同盟国といわれるドイツとかフランスとか、えー、イスラエルとか、えー、韓国とか、えー、こういうところもあの入ってる。うん、うん日本は 盗聴対象でありながら、盗聴も協力させられると、そういう関係なんです,、ね、ですね。そうですね。で、そのターゲット東京が一番最初に暴露された時ですね。経産省のそのあの交換は何て言ったかっていうですね。驚くことはないって言ったんですよね。やっぱりやっぱり思った通りだみたいなこと言ったんですよ。<laughs> でこうそれがまあだから抗議の薄さでしかも,もうそれにこうするように、えー、とアメリカ側の報道官は日本から抗議は来てないと wrong? って感じですよ、ね、自分たちがね <laughs> あの盗聴しても誰も文句言ってないじゃないかと、まあ、こ,この感情はね多分米軍に広く、ね、共有されてるんですよ日本が抗議しないから wrong? ってね、うん、別に何の問題もないよノープロブレムですよ。本当に であのそういうふうに言ったんだけど、まあ、その後、ね、あのやっぱりさすがにそれではまずいということになったみたいで安倍首相が、えー、国会で,です、ね、大変遺憾ですとい,いうコメントを出して、えー、バイデン副大統領とかオバマ大統領から電話をかかってきて、えー、でもこの謝罪も非常に曖昧な内容で,です、ね、今回のウィキリークスの暴露で迷惑をかけてごめんなさいという内容なんですつまり盗聴しててごめんなさいということを最後まではっきり言わないんですよアメリカ側も。で けれどもですね。こうあのこのさ、あの,の,サ,あのサードパーティーズに入ってるフランスやドイツえー。こういうところ。でもウィキリークスは同盟国であるイギリスがい。あ、ごめんなさい。アメリカがいかに深くね。あの権力の中枢まで入って盗聴してたかっていうことを暴露してるんです。先にでこの間の国々ではフランスの場合にはえっ、ー、と。 アメリカの大使を召喚ししてて、えー、聞いてますしねど,ういうど,どこで登聴してたのかどういうシステムを使ってたのか聞いてますし、えー、どドイツの場合も先ほどお話ししたように首相が自らオバマ大統領に電話して抗議してるわけですけれども日本の場合には、えー、むしろそのアメリカの問題をですねあの まあ、追い隠すように、うん、それのことがねこう社会で問題に日本で問題にならないように、まあ、お,お先棒担いでこう火,火種を消して回るっていうかです、ね、そういうあの政府の反応だったことに素のでも驚いたし私たちも驚いたしでもそういうその日米関係の不平等な、えー、現実を彼は えー、NSA 横田基地の中で、えー、繰り返し見てきたという話もしてくれましたやっぱり不平等な関係というのは厳然、うん、と組織的にもそういう形で日本を見ているということなんですかね。 うん、そうですね、まあ、ディレクトっていう言葉を使ってましたけど、えー、少なくとも NSA やアメリカの国務省の人たちというのは日本に対して指導する立場だと自分たちはこれはパートナーとかネゴシエイトするとかいう交渉するっていう相手方ではなくて私たちはこの日本をね導かなきゃいけないとディレクトしなくちゃいけないといい方向に、まあ、自分たちの <laughs> 自分たちにとっていい方向にでしょうけどでそ,ういう、うん、そういうふうに考えてるから、えー、対等なまあ もうパートナーシップということはオバマさんやねその他の首脳がアメリカの首脳が日本に来る時に必ず言うことですけど、はい、それはむしろ、ね、その不平等な力関係を孤とする、まあ、それを粉飾するためにそのパートナーシップという言葉が強調されていて、うん、でも私たちも、ね、なんかそれを信じちゃったりしてますけどアメリカと日本は仲いいんだみたいな今度の,あの安保法案でもそういうことが繰り返し言われましたけれども現実にはアメリカは日本を指導する立場だという。うんうん とをまあ彼はあの現場の人間の意識にあの深くね浸透していることを見てきたんだと思いますうん、うん。浸透していると、うん、そうするとですね、この大きなまあ文書が出てきても政府はまあ抗議もあまりしないと、そしてメディアもこれについて継続的に粘り強い報道をしてないということは、そういう意味では対日本に対して考えてみるとこのとっても大きい。 世界的なスクープともいえたスノーデンの暴露というのが日本に影響し,ないしてないっていうそういうように見えますよね,すねいや本当に私の苛立ちとかですね罪悪感もまさにそこにあったんですけど。 あの彼が暴露したのが2013年ですから、えー、もう3年以上前になね3年と半年以上経つわけですよ。でその間、えー、実は英字の,のメディアでは少なくとも英語のメディアでは、えー、ずっとスクープが続いてるんですこのことに関して。うんえー、例えば、えー、NSA が、えー、世界でも有名なロイターであるとか AP であるとかル・モンドとかですねそういう、えー、大きな あの報道機関の、えー、メールを収集していた、えー、それというようなスクープであるとかあるいは、えー、とアメリカの国内で先ほど言ったベライゾンという大きな、うん、あ大手通信業者がど,こどれほどねウィリングリーってあの進んで自ら進んで政府に協力したか。 えー、あの情報提供についてあるいは情報提供の仕組みを作るために技術的にその政府一人じゃできないわけですよ。民間が、えー、先も言ったようにシリコンバレーが協力しなければ今の通信網っていうのは全部民間ベースですからその民間が協力しなければ個人情報の収集はできないからその通信会社がどこまで、えー、率先して政府に協力して、うん、えこういうシステムを作り上げたかとかそういうスクープとかですね。 いろんんなな報道がなされてるんですあそれから大事なのはやっぱりその市民運動とかです、ね、人権擁護団体とかですねそういう人たちの、えー、情報を集めることによって諜報機関が世論操作をしてる。うん アムネスティインターナショナルが、はい、GCHQ によってずっと盗聴されてたっていうことはあのアメリイギリスの裁判所も、ね、認めたんですねこれを。うん、であのなかなかねだから諜報っていうのは本当に闇の世界なので確信っていうのがそのまま出てくることはないんですね。だけどその全体像を知らせるやはりこうピースパズルの中でいういろんな重要なピースが、うん このスノーデンの告発の後重要なピースが出てきたことは確かでねもちろんそのスノーデンの前にも実は内部告発者いるんです私も不勉強で知らなかったんですけど今度いろいろ調べてあのよく分かりましたやっぱり勇気ある告発者がいてその人たちのやっぱり素晴らしい行動によって世の中にその闇の世界が垣間見える時っていうのがあるんですよね。それが 日本にはなぜか伝わらないこうこうま日本列島があるとしてこの秘密の組織あの私たちの情報を集めている実態がどうなってるかっていうことについての発信が なぜか日本には届かない？で私はこれ本当に不思議でならないです。うん、というのはあの新聞社に勤めたからあのニューヨークとかねあのワシントンにたくさん特派員の人たちいてもうそういうことをよく知ってるしあの彼らは日々仕事してるわけですようんだからそのそういうその監視とかね自由っていう問題に対する。えー まあ、一つには、あの、日本のメディアの感度の悪さもあるでしょう。で、もう一つはね、やっぱり、これが。日米関係の闇と、やっぱり、通じてるんじゃないかと思います。不合してしまっているそう。うん、まあ、日本、うん、日本政府の、その矛盾した対応。 なんかね、一応遺憾ですってういう遺憾ですとかお互いに言い合うけどでも本当にこのことを調査しないでしょでそれはやっぱり、ね、調査すればイギリドイツで実際起きてることなんです調査すると実は日本がその世界システムにどれだけ協力してきたかっていうことが出ちゃうわけですよ、まあ、ドイツではそうでした。でそれをやっぱりあの日米の,その間にあるこの歪んだ関係っていうのかな矛盾した関係不平等な関係それをやっぱり なんんかこう伝えるるニュースの,あの出発点であるんであすよねだからそのことをまあメディア関係者が、ね、分かって報道しないのかどうかそれは分かりませんでも日本でそのニュースを聞く人たちが権力の側にとって都合のいい情報でないことは確かで,でそ,のその都合の良くないニュースを送るっていうね発信するっていう力が今メディアの中ですごく弱ってることの少佐の,の一つではあると思いますね。 あの今回ね2時間半ぐらいインタビューされたんですあ本当にそういうふうにあの意見を交換されてどういうことが一番印象に残りましたかそうです、ねまあ、とあの話してね30分ぐらいでやっぱりまず感じたのは、うん、ああこの人は本当あの勉強熱心な人だなと思いました。うん、あのそのののていうのかな自分の 一度のその告発でストップしてるんじゃなくて、その後世界で、うんえー、それを発端に、えー、書かれたさまざまな記事をきちんと全部フォローアップしてるんですよ。うん、で、まあ私も監視研究やってるにもかかわらずね、ほとんど知らなかったんです。彼が教えてくれたインタビューの中でこういう記事が出てます、こういう記事が出てますとこういうこれはこうなってますと。だからそういうことをきちんとね全部あのき勤勉ね。 あの本当にフォローして、うん、でそのことの意味をとことん考えてよく読んでるいろんなものをね、うん、でそれをあの自分の言葉でなおかつですよ、うん、受け売りじゃなくて、うんえー、伝える努力を惜し,しまずにずっと続けてる人だなと思いました、うん、であのそれはねあの講演もすごい回数たくさんやってるんです、うん、ちょうど私がインタビューした頃は 2>、うん、週2回のペースで、うんえー もう世界各地、まあ、時,時差もねあるのに一番上のはアメリカだって言ってましたけどアメリカの大学で例えばよ夜に夕方とか夜にある集会なんかで話す時はロシアだと明け方になっちゃったりとかするんですって、うん、でその後フィンランドでね朝のねエンジニアの会議とかで話をしたりするとかになるともうもうなんかねもうドラキュラみたいな状態ですとかって言ってたけどそういうふうにそのあのー もう頻繁にこう、まあ、みんなの前に出てきて話すってことも繰り返してるからあの言葉がねすごく研ぎ澄まされているなと。うん、なびっくりしたのは、ね、そのはそフラ プライバシーといいうことについても彼すごくよくよ考えていてで私は法学部,学部法学部と言ってるんですけどね大学ではプライバシーについてはこういうふうに教えない全然違う言葉で彼自身あの説明してくれるんですよでまあこの本の,あの見返しのところにも取ってるんですけどねプライバシーは何かを隠すためにあるのではないとでプライバシーは何かを守るためにあるんだそれは個ですって言ってるんですね個人。 個人,個人には自分が信じるところを決定して表現するまでに他人の偏見や決めつけを逃れて自分自身のために考える自由が必要だとそういう意味でプライバシーは個人のの権利の源なんですプライバシーがなければ表現の自由は意味をなさないプライバシーがなければ言いたいことを言いあるがままの自分ではいられないだからプライバシーがないと自分はことして、えー、主張することはできないって言ってるんですね。 <で>うん、こういう、ね、プライバシーの解釈というか考え方というのはこれはプライバシーをすべての,こあの個人の人権の、ね、源だって彼は言っているわけですこういうプライバシー解釈というのは私は少なくとも大学で教えられることはなかったし、うん、でも考えてみてみ信頼人間が2人いてその信頼関係の中でこそ話せることがあるし、ね、そこでこそ人が胸筋、まあ、を開いてお互いの、ねうん、ことを理解し合ったりするわけです。これがいつも もう誰かにね見張られていてえその人だけに白石さんだけに話しているつもりなのに全然私のね会ったことのない人たちが聞いてるっていうのはそうそしたらもちろん私の言葉変わりますよね当然ね慎重になるしえと誰かから攻撃を受けやすいこととかあるいは世の中で賛否両論分かれてるっていうことはなかなかあのはっきりと表明できなくなったりするまあこういうのを萎縮効果っていうんですけどその萎縮効果があ起きると ここは私は私個人として信じていることを表明できなくなるわけですよ。みんながもう自分の発言を自粛してしまう。誰かが見てるかも。でも実際日本はすでにそういう状態ですね。日本社会はそれがすごくあのまあ文文化的にも歴史的にもねやっぱり監視のプレッシャーっていうのかなその働きやすい素地はあると思うんですよね。うん。まあだから西洋社会とそういう意味でスノーデンがまあ知っている彼の言葉のまあ あの生まれてきたそのね西洋社会の文化とか歴史とかっていうものとは確かに違うんだけれどもでもなんかね彼のプライバシー概念やっぱりすごくあ新しいしよく伝わる言葉をねやっぱり毎日考えてるんだなって私とても思いましたね。やっぱり自分自身がそういうものに触れてるというか直接そういうことを侵害もしてきているわけですからそこで感じている誰でも見れてしまう。 何も気づいいててない人たちをけてしまう私たちが全く気づかない中で見られてるあるいは見られているということが分かって生活しているきっとそれがリアルに体の中にあってそれを言語化してくれるってそういうことなんですかね。もしかしたら今おっしゃったように日本は割とそと監視ということに対してみんながすでに慣れちゃってる世界でねだからこそこの問題に対する反応が今まで弱かったっていうのはあるかもしれませんよ。 わかんないけどその子としてのねやっぱりこう自分のテリトリーじゃないけど心の中の自由がねきちんと保障されてる社会と普段から侵害されてる社会だとやっぱりこの監視問題にどう反応できるかっていうのはそれは違いますよね絶対ねやっぱりもし私たちが日本の社会の中で監視に普段からならされてるとしたらね職場の上司からあるいは 近所の人から友達関係でも本来だったら自分が最もあのまあ自分心を許してそれであの自分を表現できる場であるべきところが何かのプレッシャーにさらされて世間ですよね世間というプレッシャーにさらされてえ子が表現できない状態に置かれているとしたらまあどうせそのメールなんか見られたってね。 自分,自分もう見られてるからみたいなさもう,もう十分自己監視してるし、まあ、でも最終的にはね監視ってそういうものなんですよ最終的には自分の中でねやっぱり自分を監視するようになって内面化されてしまううとい自、うん、自分で自分での規制を張って 出ていかないっていう、そういうことですかね。うんうん、自分で自分を監視の自動化って言うんですけど、これはミシェルフーコーっていう人がその近代のシステムとしてね、うん、一つ指摘してるんですけど。その心、最終的にはその、自分が見られてるかどうか分からなくても。見られてるように振る舞うわけですよ。そのことによって、自分の中で、自分をチェックする、これが。 あのまあ、社会的に OK かどうかあの他人からあの咎め立てされるようなことを自分は何か言ってないだろうかあるいは怠け者と思われてないだろうかとかねあ,のそれあるいは貧乏人に見られないだろうか犯罪者に見られないだろうかとかそういうことをずっとその自分の中で、えー、チェックしていくようになるともう監視社会は完成するわけですよね。 まあ一人一人が自らその権力に望ましい行動をと取るようになっていくる。うんうん、ま今のね彼が暴露したそのマスサーベーナスの大量監視っていうのはそれが全世界に及んでるわけですから、まあ、最終的にはその一人一人がアメリカの権力によって。 え望ましい行動を取るようになればそれはもう監視が完成されたヒットの本当のパーツのようにみんなが動くっていうそういう社会ですよねでも実際ねあの、まあ、日本社会で見てみるとまさにその来年からはマイナンバー制度が始まってその経産省を中心にビッグデータとか個人の情報を共有化するっていうものも。 進めようとししていますしそして2020年の東京五輪というものがあってそれに向けても大変なその警備体制とかおそらく監視システムを構築していくだろうなっていう状況の中でとにかくインターネット携帯電話っていうのが話せない。 この社会これから私たちどういうふうに生き抜くというか何を考えていったらいいのかなってやっぱりすごく悩むところなんですけど今どういうことをますか、うん、まずやっぱりこう事実を知るっていうことですよね。うん、あのつまりね今こういう姿勢がすごく脆弱になってると思うんですよ。事実を知ってまずその衝撃を受け止める。でもみんなほら あの何ていうのかな事実をもう知りたくないみたいななんかになっちゃっててねもう実態なんかそんなもの例えば監視システムそうですよもうどうせ私たちに何もできないんだからそこから入っちゃうんですよだから、うん、かか知らなくて <laughs> そうそうわかるわかるよもう無力感にあまりにあらゆる問題が解決が難しくなったがために事実と向き合うね強さをね私たち手放しているところがあるんですよだけど。 事実とと、ね、と向きき合わなければもっとひどいことが起きるんですよ原発事故がまさにそうでしょあのそうやってでこの問題だってあのもう今彼は事実を停止してくれてるんですよ、うん、だからこの事実に反応しないともっとひどいことが起きるんですよ次々と。うん、ねオスプレイだって危ないってみんな言ってたんですよ言ってたのにやっぱり落ちたじゃないですか。うん やっぱりいろんなね社会問題が今来るところまで来ていてかなりまずい世界はもう本当にあのね暴力が吹き荒れる世界にもう去年、一昨年ぐらいからはっきりと目に見える形で起きてきているわけですよね。それからまあそういう流れで言うと,と監視システムがそういうテロや襲撃事件を全く防ぐことができていないこれ自体はもうねあのそれだけで十分な証拠を私たち見ているにもかかわらず政治家たちは事件が起きたらまたもっと監視をというわけですよ。もっと情報があればね あの事件を防げたみたいなことを言ってる。で、まあそれがねどうしてそうならないのかってことは本の中で詳しく説明しましたけど、まずまず問題そのものに向き合って、えー、このもうなて惨憺たる状況をまず知らないとダメですね。で、それも抽象的に分かった分かったって言うんですけど、うん、やっぱり抽象的に知るのと具体的に知るのでは全く違うんです。で、えー、例えばそのあなたのメール見られてるって言われて、どこの誰が見てるかわからないんだったら。 ね、なんとなくまあ一いいかみたいなねあの痛みはあんまり感じないでもそれを誰が見てるかっていうどういうふうに使われてるかっていうことを具体的に知ることでもうそれがぞっとするような嫌悪感につながってくる例えば隣の人に、ね、近所のね隣の家の人が私のメールを毎日見てたっ,てったら誰だって嫌だと思うんですよね職場のの上司が全部見ててたっていうのは誰だって嫌だだと思うんですよねだからまずやっぱりじ事実を知ってそのどれだけ現実が見にくくてもですねやっぱりそれを知らないともっとひどいことが起きるっていうことはね あの歴史が示してるわけだからこれはやっぱりあのまず事実と向き合ってその衝撃を受け止めるこの強さを持たなきゃいけないと私は思います。でえー、その上で ね、対,対策を考えていくんだけどさっきおっしゃったようにその技術っていうのはもう私もメールなしでは仕事できませんしコミュニケーション取れないで携帯電話は今持ってないけどいらないからねあの、まあ、いらないものは使わなきゃいいんですよ、まあ、そのこともねまずか自分の生活の中を見回していらないものはあの使わなくていいっていうのは一つの選択肢だと思いますよね。というのは技術っていうのは必ずしもどんな商品も今そうですけど必要だから出てくるんじゃないんですよ売りたいから出てくるんですよ。必必要要なないいもものはもちろん使う必要がないだけど その上でも逃れられない部分が確かにおっしゃった通り白石さんがあるんですよねでこの時にあのこれもちょっと原発の,あの例に出しますけれども、えー、原発嫌だっったら電気使ううううななてそいいこととじゃないと思うんですよで私たちあのもう必要だから使わざるを得ない技術っていうのはあるけれどもでもそれをねやっぱり批判的に見てそしてオルターナティブがあるんじゃないかと問い続けていくっていうことがね、うん、すごく 重要だと思いますね。そうじゃないとさっき言ったようにもう何もできないから別にいいやとも現実も見ないとそういう風うになっちゃう姿勢としてだからあのやっぱり技術に対する今ほどね技術が来参されている時代ってないと思うんです便利で楽しいものも四方八方技術に囲まれてて便利だえっ、ー、と安い、えー、面白い楽しいそういう感覚に鳴らされきってる時だからこそ、うん、技術の負の側面を きちんとやっぱり意識するっていうのは大事ですねで、それを意識した上で使うのとですね、うん、意識しないでも何身を任せちゃう全然違うんですよ、うん、全然違うんですよで、その技術とかね機械が人間をどう変えていくかってこれはね大きなクエスチョンで昔からあるんですの人間は果たして機械になることを、えーえー、避けられないものだろうかとつまり今人間は機械になってきてるどん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 ,どん で産業革命の時にその機械打ち壊し運動があったようにね機械が19世紀を象徴するとすれば、えーまあ、次は、えーとまあ、20世紀は、えー、核の時代とかあるいは鉄の時代とかいろんなこと言われてであの今私たちはそういうその電子技術に囲まれている私たちの時代を象徴するこの技術っていうものにほとんど私たちが選択的に使ってるっていうよりもですよ技術に使われてるんですよほとんど。だって逃れられないってそういうことだから。 ね、インターネットに私使いたくなくても使わざるを得ないってことやっぱり技術に使われてるんです我々でもそのことを何とかしてもより人間的なものにしたいっていう努力がやっぱ必要なんですよね人間が人間でい続けるために、うん、だからそのそれためにその批判的なネガティブな側面技術それをやっぱりまずきちんと押さえていくことからしか 対,対応策というのは、それが分かれば対応策は見えてくるし。うん、そこからしか始まらないと思います。わかりました。今日は本当に、あの、ありがとうございました。また引き続き、あの、カナダに戻ってもですね。いろんな情報を発信していただければと思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。